それでは浸透圧について簡単に説明したいと思います。例えば赤血球をすごく濃い溶液、すごく濃い溶液に入れると赤血球はまるで塩をかけられたなめくじのようにしぼんでしまいます。こんな風に入れたら細胞がしぼんでしまうような濃い溶液を膠張液って言います。一方、それに対して入れても何ともない、見かけ上何にも変化がない、ね、ようなちょうどいい濃度の溶液を等等しいと書いて等張液と言います。で、一方すごく薄い溶液、ね、赤血球を入れたら赤血球がぷくって、ね、膨らんじゃって、もう最後の方はもう水を吸いすぎてこう破裂してしまう、ね、破裂してしまう、そんな風な薄い、そんな風な薄い溶液を低張液って言います。で、基本的にはこの3種類の、あの溶液の用語だけしっかり押さえればいいんだけど、ちょっと、もう少し詳しく見ていくと、破裂しちゃうね、赤血球が低張液中で破裂してしまうようなことを溶血って言います。ね、赤血球が溶けちゃうよって書いて溶血って言います。で、これを、ね、少し難しい見方なんだけど、例えばさ、濃い溶液に入れて赤血球がしぼんでしまった、ね、これはどういうふうに、解釈するかっていうと、濃い溶液が赤血球から水を奪ったって考えるのね。濃い溶液は赤血球の内部の溶液、ね、細胞の中も溶液で満たされているよ。赤血球の内部の溶液も水を吸おうとするんだけど、赤血球の外の外液の方がものすごく水を引っ張る力が多くて、水が抜かれてしまったって考えるの。等張液中では赤血球の中の溶液と外の溶液が同じ力で水を引っ張り合ってるから見かけ上変化がないって考えるのね。そういうふうに、考えるのね。この低張液中の溶液は外の溶液が水を引く力が少しちっちゃくて、赤血球の内部の溶液が水を引く力が強いから、どん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 水が入ってきて破裂してしまったって考えるの。この濃い溶液ほど強い水を引っ張り込む力、これを浸透圧って言います。水を自分側に引っ張り込もうとする勢いだね。濃ければ濃いほど強いよ。超強い、普通、全然弱いって感じ。で、このね、浸透圧って言葉まで、ね、少し難しいですが、知っておきましょう。